んにちは、さとみとりかです。今回は質問をたくさんいただいてたタトゥーについての YouTube にしたいと思います。Q&A、はい、方式で答えていこうと思います。1、タトゥー何箇所入ってますか？数えますか？足首、両脇、首、背中に、腕に、この肘、肘、九、首を言った。あ、太陽じゃない、月かも。あ、10かな。細かく言えば10かな。10個、ね、私はちょっと量が多い。足首、太もも、腰、背中、胸横2箇所、胸下、首、で、腕が、折った手首、あと、ここはお願いしていいですか？手首、10でしょ？はい、そっちの指をお願い。ここ、11、12、ここちょっとどういう数え方すればいいのかな？細かく13、14、15、16、17、18、19、20。あ、しょっぱりもあるから、11だ。おー、20と11。って感じで、あ、ごめん、あと指、あ、そうじゃん。手も入ってます。手はね、細かすぎて、細かすぎてちょっと数えられないけど。まあ、20以上。20ちょっとと11個。11個入ってます。2番。はい、2問。クエスチョン。2。ファーストタトゥーは何歳の時ですか？これは多分結構10代からずっと言えたくて、20歳の誕生日に入れたよね。いや多分一緒だよ。20歳誕生日入れた？誕生日らへんに入れた気がする。理科は絶対誕生日って言ってて、で私もなんか大体それぐらいの時に入れた気がする。なんか2人とも20歳の時に入れましたね。はい、3個目の質問。一番最初に入れた場所はどこですか？ファーストタトゥーは腰に入ってる名前、自分のミドルネームと生年月日を入れました。理科は？私は、左足首の羽、戦士の羽がファーストタトゥーです。4つ目、なぜ入れようと思ったのか。タトゥーをなぜ入れようと思ったんでしょうか？ずっと興味あって興味あって、なんか入れようって思ってた気がする。なんかすごい前すぎてちょっと覚えてないけど、でも入れるなら天使の羽を絶対入れようって私はずっと思ってて、苗字が羽が入ってる苗字なんで、なんかすごい20歳の時手の指輪を絶対羽の指輪つけてた、絶対毎日超お気に入りの指輪があって、毎日その羽の指輪つけてたこともあって、絶対最初のタトゥーは羽を入れようって決まってた。なんで入れようって思ったのは、まあ、ずっと入れたかったから憧れがあって、特別な日に入れようと思ってたから、まあ、20歳の誕生日の時かな。そうだよね。私もなんか全然超前のことだから覚えてないけど、でも多分ずっと興味あったし可愛いなって思ってたし、なんか海外セレブの時代だったじゃん、なんかみんな向こうの人たちって入ってたから、超かっこいいじゃんみたいな感じでずっと思ってて、だからなんかタイミング来たら入れたいなってずっと思ってたかな。でちょうどその時多分仕事も始めてて、なんかタイミング的に20歳がちょうど区切りとしていいかなって思って多分入れたかな。そんな感じ。まあ最初はやっぱ憧れからスタート。ニコリッチの背中、羽ね、天使羽と足首のネックレスみたいな、ロザリオね、すごい、もうみんな真似して入れてたぐらい、超流行った、もう大好きだった。確かにアイヌとかもあって、そういう影響もあったから、それはあるかも。確かに、そんな感じです。5番目、いつも入れてるお店を教えてほしいです。これは結構よく質問、あのインスタとかの DM ね、DM とかでもらうんですけど、私は最初に入れたところが、ティファナタトゥーっ
ていうところなんですけど、今もずっとそこで基本的にはそこのお店で入れてます。あとは時々違うゲストワークで来る人とか友達の堀市さんとかになんかイベントの時に入れてもらったりとか、タイミングなんかデザイン的にはいつも違ってちょっと空のものを入れたいなと思った時に、この間は違う人に、うんうん、あのパーラーっていう中目黒のところで入れてもらったりとかしてます。入れる人によって全然なんかさ雰囲気は違うよね。やっぱ違うよね。なんかその針の太さにしても違うし、うんうんうん、絵のタッチのセンスも出るし、違うし、あと入れ方も違う。あなんか転写し、まあ、みんな転写する、うんうん、まあ、しない人もいる。その字から書いてサインペンで書いて、うんうん、入れてくれる人もいたりとか、うん、パソコンとかで全部デザイン作ってもらってそれを転写してとかもう人いるし、手書きで書いて転写シールにして貼る人もいるから、まあ、結構人によって全然バラバラで、それはそれで面白いね。うん、リカはずっと、私はねファーストタトゥーだけ違うとこというかあるところで女の人にやってもらって、そうだ、2回目1個は全部さとみと一緒のティファのタトゥーに、うんうんうん、で入れてもらってます、うんうん、なんか本当に細かいのがすごい得意な人だから、そうだね、でやっぱ華奢で線が 細くてっていうデザインが好きだから、うんうん、ずっとめちゃくちゃ細い線を無理に言ってお願いしてます。そうそう、あのティファナタトゥーの直人君っていう人なんですけど、いつもねうちらが求めてるのは本当に細い線だと薄くしてほしいとかいう無理なお願いをしてるんです。難しいデザインに限って小さいのがいいってお願いしたりとかしてうん、ずっと長い付き合いですね。10年ぐらいか、はい、やってます。タトゥーの紹介をしてほしいです。これでよく言われるんですけど、ね、インスタにはねあの写真でたまに写ってる程度でしか載せてないから、うんうん、なんかデザイン見たいですとか、うんうんうん、見せてほしいっていうのをよくいただく質問、ねうん、そうですね、一番 ね、ついでに一番お気に入りのタトゥーからとか、そうだね、そうだね、そのもう言われてるってか質問いただいてるから、うんうんうん、一番お気に入りとか一番思い入れがあるとか、そうだね、じゃ一番お気に入りと一番思い入れがあるパターン、うんうんうん、2個、うんうん、紹介するとか、はい、でいいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。さっきにじゃあリカさんお気に入りの一番多分コード付けがたいですよね。だから全部はお気に入りなんだけど、そう、全部すごいお気に入りで、でも割とやっぱああの洋服にしても何でも新しいもの、あの買ったばっかの洋服に好きみたいな、はいはいはい、お気に入りみたいなのあるから、入れたばっかりのやつが今一番テンション上がってるっていうのあるけど、まあ、1個前あの蝶々入れたじゃん、ひじの後ろに近づくのやって取りそうなこれですね。見えるかな、見えてるよね。見えてる、見えてる。基本全部後ろに、体の後ろに入れてるんですよ、タトゥーを。表面にあんま見えないように、仕事とかもいろいろ考えてたんですけど、だからあんま見えないんですけど、写真に一番写りやすいから、なんかお気に入りです。ちょっとね、そうそうそう、まあ今の気分全部全部お気に入りなの、本当に全部好きすぎて、うん、なんか一番なんか選べないんだけど、うん、今の気分。あともう一個ある、こっちかも、あの裸の子、こっち、あ、こっちだ、あっちでしょ、水着なんで気にしないでください見えるかなそう、あのね、月はねすんごい昔に入れたんですよ。それの下で踊ってる子を後から入れたんですけど、ダンシング・イン・ザ・ムーン・ライトそうそうそう、そう、この分かんない、鼻の頭の頭が鼻になってる、ね、頭が鼻になってる女の人が月の下で踊ってるっていうデザインがお気に入りですね。なんかリカっぽいねって、うん、リカっぽい、はい、入れた時リカっぽいなんだけどあの堀さんの私は全然わかんない理解はされた、そうそうそう、自己満足なんだみたいな、自己満足タトゥーです、これはリカっぽくて素敵だと思う、うん、気に入りか、悩ましいね、何が起きてるの外どうし、指、指お気に入り、指お気に入り、なんか自分の目のな、目だからし、何、目線で一番入る、なんかネイルとか変えた時とかさ、やっぱ一番テンション上がるのが自分の目の目線に入るところからな、え、言葉あってる大丈夫だよ、日本語大丈夫だよ、なんかおかしいよね、まあそうですね、この指のバランスがする、特にこの B、自分のイニシャルなんですけど、あのミドルネームのB とこの
華奢な指の感じが超好きで、あとここの二の腕、ここの煙、なんかもうちょっと長くしようかなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ今の気分じゃないので、とりあえず短いまま、この薄、すごい薄いんで結構写真とかに写らないんですけど、そう写らないんですけど結構お気に入りです。かわいいよね。かな、割と最近のやつだね、どっちも。そうだね、そうだね最近やったからお気に入りなんだよ。いやでもそんなことはないこことかだって何回も言うても。そうか、まあ追加であの、そうだから薄くなっちゃうから、ね、ここの部分ってすごい、まあ多分使うし水仕事とかもするし、もともと多分色がすごい生えにくいから何回も入れ直してます。一番思い入れのあるタトゥー、なんだろう。はい、どうぞ。ちょっと先どうぞ。足失礼します。あ、これ足首なんですけど、太陽とクロス十字架でここに詩が書いてあるんですけど、超前だよね、それこそ10年ぐらい前だよね、に入れたデザインで、もともとは理科の携帯ケースのデザインをモチーフにしてて、それがすごいなんか自分にすごいドンピシャで、太陽とその十字架のそのバランスがすごい好きだったから入れてもらった。結構なんか思い入れのある。これボブマーリーかなんかの歌詞じゃない。あ、そうそうそう、そう、ね、詩はそうボブマーリーの、より良い未来があっても過去を忘れてはいけないみたいな意味が入ってるんですけど、ノーウーマンのクライの歌詞の一部を英語で入ってます。それで見るとすごい一緒に住んでた時のそうだねことを思い出す。リカと湘南戻ってきた時にぐらいだったからね、すごい残ってる、そう、なんかその時代のものって感じがして、なんか見るとあ、こんな時代もあったなってすごい思う。だからなんかより良い未来があっても過去を忘れてはいけないっていう、なんかその歌詞もなんかここに入ってることによってすごいそれを見るといろいろ思い出すんだよね。すごい初心、あの時が一番なんか自分の中ではすごい初心だから、その時のことを思い出すことが多くて結構思い出があるタトゥーです。私もそれで言えば、この脇の下に入ってる唯一文字、私あんま文字入れないんだけど、スペイン語とドイツ語、唯一なんだ、文字入れてないかもしれない、スペイン語とドイツ語両方に入れてるんですけど、スペイン語が私の人生、でドイツ語が私は私って入れてる。あ、私は私、そう、私は私、私の人生、私の人生、なんかそれはね、結構それと一緒だけど、めちゃめちゃなんだ決意表明みたいな、はい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 、なんか親もいろいろ厳しかったし、すごい自分っていう人間ができたのが社会に出てからな気が してて、全部家のことも、家を借りるにしても仕事を選ぶにしても全部自分で選べるんだってことにすごい感動した。へー、19ぐらいの時かな。そうだよね、そう、18で家出てるから、 それぐらいの時に、だからそれを、まあ、残したかったっていうのがあって、そう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 です。馴染んでるよ、年季がすごい。そう、でもなんか気持ち的にはすごい思い入れがある。そうだね、そうそうそう、つい最近まで全部タトゥーを入れる日にもすごいこだわってて、あ、昔好きだった人の誕生日誕生日とか自分の誕生日とか、なんかそう、ちゃんと入れる決意の時はちゃんと それに見合った日を選んで、そうだね、意味のある日を選ぶタイプだったよね。そう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 、確かに私は割と入れる時って運気変えたいなとか、あ、でも分かる分かる、そう、なんかこれを入れたことによって絶対いい方向になるとかいう気持ちを込めて入れてることが多いから、なんか日にちはあんまかなわんないけど、なんか結構自分の誕生日入れるし、ね、そうだね、次この年からはこう頑張ろうとか、なんか分かる分かる、だからなんか誕生日に絶対自分にプレゼントは物じゃなくて大体いつも立つ。あ、そう、ここ2、3年は大体ずっと立てる、入れてます。ね、まあ、全部思い出あるね、あの花一つにしても選んでる。そうだね、なんかシオンっていう花なんだけど、へ、あなたを忘れないっていう、あの花言葉がある。そう、なんかその時の気持ち、なんかもうあのあれだけど、お別れしたけど重まあ、大事大事大事、あの自分の人生において、もう会うことないんですよ、ね、切り替えたは、そうそうそう、切り替えたけど、そうそうそう、
でもまあもう自分の思い出の人としては会えないよって、その人だけじゃなくてさ、なんかもう会えない人っているじゃん、亡くなってたりとかさ、そういう人のあれもあって、シオンって花、そう、シオンって、綺麗な名前、ね、綺麗、入れてます、うんうん、まあ、大体基本的にはまあ意味は入れて、うん、まあファッションの部分も何個かはあるけど、大体はそうある程度の意味は入れて、入れた上で入れてるかな、うん、考えてるし、うん、入れてるね、うんうん、そんな感じです。あ、そう、7、7かな。今の7か。8、デザインの決め方。デザインの決め方、これね、私はまあそれこそピンタレストとか、うんうん、最近多いよね、ピンタレスト、ね、インスタ、まあインスタはそんな見ないかな、とかでまあ保存してるデザインが何個もあって、でなんか入れたいなって思った時に、自分のある程度場所、あの入れる箇所とデザインこういうのがいいなっていうイメージをしてから調べて決めることが多いかな。でまあそのままは絶対入れないで、なんか毎回ホリスさん泣かせなんだけど、こことここは嫌だとか、なんかこれのデザインをベースとしてこれを混ぜてほしいとか、うんうん、なんかこうなんかそうだね、まあ、ある程度のイメージがないとやっぱホリスさんにも対人間だから、自分のイメージだけ伝えても絶対伝わらないと思うから、ある程度にイメージは何個持ってて、であとこれだけは嫌だみたいな、 これは違うんだみたいな、似てるデザインだけどこれは違うっていうデザインも持ってって伝えてることが多いかな、うんうんうん、だから大体ピントレストとかね、何枚か持ってったりとか、うん、まあ、携帯で見せてこういう感じでお願いしますっていうことが多いかな、うんうんうん、私も一緒かな、うん、ね、自分で書いたの入れるのもね、私も自分ですごい字が全然綺麗じゃないんだけど逆にそれも味かなって思って入れ、自分の文字で書いてそのまま転写してもらって入れてるやつもあります、うん、味があるよね、そういうのね、うん、基本的に多分あの初めて行くスタジオなんか決まったところがない人は ある程度先に多分デザインとかを決めて、こういうの入れたいですって E メールとかで送ったりとか、うんうんうん、あとは電話とかインスタとかで多分聞く方法が多いと思うんだけど、だ、ね、基本的にはある程度の自分 の, そのデザインの希望は、うん、持っていないと、うん、ただカウンセリングして決めるっていうのもちょっと難しいかも、うん、まあ、カウンセリングした時にあの堀さんとイメージを固めていく方法は全然あると思うんだけど、うん、まあ、基本的にある程度自分でこういうデザインがいいですっていうのはで行かないと伝わらないし、うん、時間かかっちゃうし、向こうの時間もちょっと取らせちゃうから、うん、なるべくそういうのは決めてから行く、うん、でも最初ってそうだったよね、なんかメールですごいやり取りしたの覚えてる、あこういう風に羽を言いたいんですけど、うん、こういうデザインが良くてこういうの嫌なんですみたいな、うん、まあそうだよね、最初、うん、私はことなかった人だったからさ、私も一番最初は何なら入れる人は別に事前にカウンセリング行ってこういうのがいいですって決めて予約金、うん、を払って前金みたいな、そう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 、で予約日を取って、ね、デザイン料みたいな部分があるのかな、それいや予約金から、うん、予約金入れるじゃん、うん、でデザインはなんか入れるじゃん、うん、普通にタトゥー入れるじゃん、でそっから引かれるみたいな、そのデザイン、あ、じゃあ予約金分のはみ出た金額をプラスで払うとかぐらいだった気がする、うんうんうん、なんかちょっと時代によるんだろうね、時代のスタジオはね、スタジオにもよるし堀さんにもよるし、時代にもよるし、今のどういう流れなのか全然わかんないけど、なんかもうずっと通ってるところだから、もうその場に行って相談して決めて入れてっていう流れになっちゃってるから、ちょっと今どう、うん、まあスタジオにもよると思うんだけど、うん、まあ、おすすめは友達が行ってるとかね、なんか特に自分がやりたいデザインを友達が似たような感じで、そうそうそう、例えばアメリカンなんていうのアメトラ、アメトラ、そうアメトラが良かったらアメトラ入れて友達とかに紹介してもらうとか、うん、ね、なんかの方が多分伝えやすいじゃないのもあるし、ね、そういう予約の仕方もそうだけど、うん、多分友達づてとかが一番楽だよ ね, そうね、伝えやすいかと思います、うん、OK、 一番痛かった場所はどこですか。あ、私はあのズバ抜け、うん、記憶曖昧っていうのもあるんだけど、うん、なんかこの間誰なんか TikTok とか見たら足首が痛かったって書いてる人がいて、うん、足首全然痛くなかった気がする。私でもね一番最初が足首だから、うん、か汗が止まんなかったのだけは覚えてるのじゃあ足首もやっぱ痛いなかったのと、ファーストタトゥーだから比べようがなかったんだけど、
今考えても一番痛かったんじゃないかなとは思ってる。あ、じゃあ理科は足首。へえ。だと思います。私は決めてないけど、あの胸の下、そう、結構なんかキワキワ胸の下、もう、うん、なんかもうちょっとなんなら胸みたいな部分は本当に理科が見てても一緒だったんだけど、うん、なんかもう全部汗拭きですよ、ね、余裕なかったもんね。話もできない。そうそう、結構痛みには強いタイプだから、なんか入れてても何か、なんか話しかけてみたいな、話してたいからなんか話しててみたいな感じなんだけど、もうそんだけに限ってはもうなんか痛すぎて一面を喋りたくないし、食いしばったもんね。そう、歯をつくって食いしばったし、もう汗がドラドラ。珍しいな、いつ終わんの、いつ終わんの言ってたもんね私。あとどれぐらい、あとどれぐらい、まあ、ずっと言ってた気がする。それぐらい、そんなでかくない、ね、こんなちっちゃいんだけど、蛇は入れてるんですけど、胸の下にすごいちっちゃい蛇で、しかも全然あの水着着てても見えない場所、なんで入れたんだろうと思うんだけど確かに。でもあれ可愛いよ、気に入ってるんだけど、そこがマジで痛かった。それ以外はそんなかな、なんか思ったより、まあ広範囲でかいやつだとやっぱここに鳥を3匹入れてるんだけど、うんうん、なんかある程度できた後にあの白いインクで、うん、なんか立体感を出してくれた方が、なんか堀さんが白で立体感出した方がなんかよりリアルだし可愛いってなって、あ、じゃあお願いしますみたいな感じで言ったんだけど、やっと終わったぐらいな感じなのにプラスで白みたいになった時に結構なんかもうへーって、カラー痛いし、カラーの方がね結構痛く感じるかも。分かるか、投げなんかよく痛いですかとか、どんな痛さなんですかって聞かれることがあるんですけど、私はいつも答えてるのは、ブラジリアンワックスの方が痛いって思ってます。いや、ブラジリアンワックスはまだマシ、あの脱毛も入ってあるでしょ。あ、脱毛ね、確かに。医療の数もそう、あの、まあ、全部 VIO に限っての話なんだけど、飛び上がるあの痛さの方が痛い、うん、タトゥーなんて私は痛みにめちゃめちゃ弱いけど、タトゥーはまあ我慢できるなっていつも、まあ、いや可愛いから、可愛いっていうか入れたいし残るもんだから、なんていうの、あのモチベーションが上がるじゃん。自分が入れたくて入れたわけだし、入れたくて入れたわけじゃん。でもほら脱毛ってさ、やらなきゃいけないからさ、どうしてもなんかその違いもあるよ ね、気持ちの違いもある、はい、まあ、あれ頑張ればあれが入るみたいな、そう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 だったけど、そう、でも時々なんかこんな痛みを我慢して入れてるものってなんか、まあ、自分は小さいから、あの小さいもの入れがちだから全然あるけど、すごいでかいのとか入れてる人って、うん、本当にすごい我慢強いんだなって思うぐらい、やっぱ痛いよって感じ、うんうんうん、痛みはちゃんとある、そうなんだ、普通に痛い、痛い、うん、結構痛い、結構痛い、なんなら結構痛い、なんなら結構痛い、結構耐えてる、うん、そうだね、この間も耐えてたね、この間も耐えてたよね、一点集中だもん、そうそうそう、じゃあ質問の10個目、5個目、10個目かな、生活をしていてタトゥーが入ってることによって何か不便なこととか後悔するようなことはありますかっていう質問もいただきました、うんうんうん、まあ、日本ってね、まだそのタトゥーの文化とか、なんかやっぱ温泉施設とかプールとか、うんうん、まあ仕事でもそうなんだけど、割とそんなまだ受け入れられてないから、うん、やっぱり不便だし、なんかね、温泉とかプールとかでも、うん、あ、入れないってなることも全然あるから、割と不便だよね。そうだね、入れるところと、はい、まあ、もちろん探せば入れるところもあるから、温泉入れなくなるってわけではないから、うんうん、そうだね、全然あのそういうところに行けばいいだけの話だし、うん、うん、そうね、まあ、そういうのも分かった上で入れてるから、そうそうそう、まあ、なるべくその行けるところに選択肢を広げて行ってたりとか、うん、まあ、あとね、やっぱ仕事的にも入ってない方がいいってなることも全然あるから、なんかそれを分かった上で自分は入れてるから、なんか納得してる、うん、なんかもちろんね、あのきっと入れちゃいけない仕事の人もいると思うから、うんうんうん、やっぱね、入れるのはリスクもあるよって、うん、そうね、ちゃんとそういうのも分かった上で入れるべきだと思うし、うん、あとなんか軽い気持ちで、あ、そう、あの後悔することが一番良くないと思ってて、そうそうそう、デザインもそうだけど、うん、やっぱすごい好きなものを
があるとか、うん、これをどうしても入れたいとかいうデザインを入れるべきだと思うし、うん、入れる理由があるものを入れるべきだと思うし、なんかこれ流行ってるから入れようとか、これ可愛いってその一時期の感情だけで入れるのはあんまおすすめしないなと、うん、そうなんです、まあ、ある程度めっちゃ入っててもうなんかこれも入れちゃうみたいなノリの人は全然いると思うし、全然私もそれで入れてるものもあるけど、うん、まあ、でもなんか今まで1個も入れてなくてこれから入れます、でそれで参考に見てくれてる人とかがもしいるなら、うんうん、なんかそうね、サイズとかデザインとかはすごい考え、うん、先のことまで 何十年何年、うん、まあ、一緒の中じゃなくてさ何十年の一緒だから、ね、なんかそこはちゃんと考えた方がいいなと思う、うん、自分は入れて1回もこのデザイン入れなきゃよかったとかさ、うん、なんかまあ、なんかどうしてもやっぱ年季が入っちゃうっていうか、うある程度ね、あの肌の感じも変わったりとかさ、うん、にじんじゃうとか、あーってあーって思うけど、なんかそれも愛着っていうか、うん、ちょっと気に、あーこうしと、確かにデザインでこうしとけばよかったってあるのよ私も。でもなんか消そうって思ったことは一度もないし、なんかそうリカバリじゃなくてなんだっけ、あー上カバーアップをしようと思ったこともない、なんかその時入れた自分を大事にしたいっていうか、そのデザインを決めた自分も自分だから、そうだね、なんか理由があるし、理由があるし、入れる理由だったしね、そうそうそう、だからうん、そうだね、あの大事に決めてほしいなって思う、うん、そうだね、すごい大事なこと、そうだね、大事な、入れようって思ったんだからちゃんと、うん、そうだね、ずっと付き合っていくんだよっていう、うん、後悔しないようにっていう感じですね。ね、今レーザーとかねすごい進んでるから、まあ、消えるっちゃ消えるんだろうけど、でも消す方がお金も時間も痛さもすごいから、痛さもすごいから本当に入れたい、どうなんかこれがどうしても入れたいぐらいの強い気持ちがある人は入れるべ、うん、入れてもいいと思う、うん、ただ本当になんか仕事とかそういう温泉とかプールとか、うん、実際ねプールとかでもなんかあそうやったんだ、ね、みたいな、うん、なんか追い出されたとかって、まあ、追い出されたあれだけど、まあ、普通に入らなかったことも全然あるし、まあ、その時にうわーってやっぱ日本はまだそういうのは認められてない部分もあるなっていうのをひしひしと感じたから、なんかそういう部分もちゃんとあるんだなって思った上で、そうね、決めた方がいいと思います。でもすごく私たちは、まあ、気に入ってるし、ね、うん、全部気に入ってる、これもこれで個性かなって思ってる部分もあるから、すごい愛着もあるし大事に思ってるもの、うん、タトゥーは自分にとってすごく大事なものだと思ってるので、そういういい部分もあるよ、うん、と思います、うんうん、本当そう、ね、そんな感じかな、うん、で結構多分あのタトゥースタジオに行ってどうなんか緊張するとか怖いなとか思う人も結構いると思うんで、今回うちらがいつも行ってるティファナタトゥーさんにちょうどこの間入れるタイミングがあったので、なんかその時の動画、まあそのカウンセリングの様子とか入れた感じ、うん、もうちょっとか、うん、超短いけどちょっと撮ってきたんで ね、そっちもその感じを見てほしい、見てほしいっていうか見たらちょっと分かりやすいかな、イメージ湧きやすいかなと思うんで、うん、撮ってきたのでよかったら見てください。見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日はいつも行ってるタトゥースタジオに2人とも新しく入れに行こうと思います。できます。タトゥーレポ、タトゥーレポ、ちょっとまだデザイン決まってないんですけど、今日ちょっと悩んでます。悩んでます。2個かな。そう、ここは2個ぐらい入れられたりな、代官、うん、山の住宅街にある素敵なスタジオです。紹介していきます。真ん中の絡み、真ん中の鏡を大事にして、大事にして鼻それぞれを大きさこんぐらい、なんか仏閣庫でも大きさはこれぐらいいいなって思うのよ。ああ、だからまあここでつけるしかないか、すごくない、キャンセル入ったらすぐ連絡したらいいな。そうして、今日連絡したんだよね、キャンセルたら連絡してって、そうだよね、うん、何も念を送られてんのかと思う、うん、そうかもしれない、私のあれ音声かもしれない、もしかして絵も可愛いじゃん、絵も可愛い、
やっぱ花かわいいな。花入れようかな。入れる前ですね、うん、これからこうやって入れてきます。かわいい。センサーこの痛さ結構痛いね。ここ人生には必要でしょ。痛みが必要。うん、送る。ありがとうございます。で、片方入れたらもう片方どうすればいいかなって。全く別のもの入れるとか、文字とかにしようとか。あ、いいんだ、うん、めっちゃリアルな。めっちゃリアル。リアルな文字ロウソクとか。煙のために。餃子とか食べれば並んでる間って期待値高まるよ。そう、お疲れ様でした。あ、すごい、もう夜なんで暗いですね。お疲れ様でした。あ、明るい。どうでした？痛かった。痛かった。そしてまあまあまあ、でも私はちょっと広範囲だったもんで、うん、かなり痛かった。可愛かった。急に決めたとは思えないぐらい本当だね。めっちゃ可愛かった。お疲れ様でした。